そんなことよりおふくろ、ちょっとばかし金貸してくんね。はい。耳を疑った。実の息子のことをそんなことと一蹴し、理由も告げずにお金を貸してほしい。それも10年も絶縁状態に近かった親に対して。ここが病院ということも忘れ、思わず声を荒げた。ひろき、何ですか、いきなり現れて金を貸してくれだなんて。今まで連絡一つもよこさなかったのに、都合がいいと思わないの？都合がいいのは百も承知です。ですが、こんなに立派な病院に入院されているんですから、余裕はあるんですよね。反省している色を全く含まない小姉で、あかねさんがひろきの援護に回る。久しぶりに顔を合わせ、しかも傷だらけの息子夫婦を少しでも心配した自分がバカだった。はあ、と深いため息をつき、帰れ、お前たちに貸す金なんて一銭もない。そう告げようとした。その矢先だった。あ、おばあちゃんここにいたのか。ひろき夫婦の背後から最悪のタイミングで現れてしまった孫に、思わず頭を抱えてしまう。来てはいけない。そうアイコンタクトを取る間もなく、声に気づいたひろきたちが振り返ってしまう。目が合う三人。久しぶりの親子の再会は、残念なことに感動的なものにはならなかった。陽介からは先ほどの笑顔が消え去り、あからさまに顔をこわばらせてその場に硬直した。ひろきたちは背を向けているからわからない。だが再会した息子との開口を喜んでいるというわけでは決してないことだけは理解できた。先に口を開いたのはひろきだった。おや、おやおやおや、これはこれは出来の悪い陽介くんじゃないか。こんなところで入院着なんて着てどうしたんだい。俺らと同じでおばあちゃんに小遣いでもねだりに来たのか。な、ひろき、陽ちゃんはあんたとは違うんだよ。違わないですよね。結局受験も失敗して医者にもなれず、尻尾巻いて逃げた落ちこぼれなんですから。どうせ今の今までお母さんのところで引きこもり生活でもしていたんでしょ。陰湿な笑みを浮かべる茜さん。そんな彼女に同調し、違いねえと笑うひろきは下痢でいた。これ以上大切な孫をバカにするのは許せない。ここが病院だろうと関係ない。思い切り感情に任せて反論しようとした矢先だった。はあ。先ほどの怯えや戸惑いは消え、陽介が深いため息とともにやれやれと肩をすくめる。思わぬ反撃に眉根を潜める両親に、彼は服のポケットに隠していたネームホルダーを見せた。私の名前は北方敏子。夫を早くに亡くし、女手一つで長男の弘樹を育ててきた。そんな息子も今は結婚して遠方に住居を構え、孫二人の四人家族として暮らしている。その弘樹であるが、幼少時代の一人親という家庭環境からか、あるいは奥さんの茜さんの影響を受けてしまったのか、いつの間にかかなり世間体を気にする人間になってしまった。その証拠に、孫たちが望んでいるわけでもないのに将来医者になるようにと日々躍起になっていた。孫のうち長男の陽介は優しい性格で、その穏やかさもあってか成績は平均的。反対に次男の明は、兄を反面教師としているのか勝ち気な性格で、成績は常に学年トップという目を見張るものだった。そんな正反対な二人ではあるが、やはり親としては己の子供の実力を信じたい、やればきっとできるという気持ちが
どこかにあったのかもしれない。大学は二人とも予定通り医学部のある名門大学を選択したけれど、そこで事件が起きてしまった。陽介だけが本命はおろか滑り止めで受験した大学にすら落ちてしまったのだ。それを知ったひろきとあかねさんは大激怒。受験に失敗なんて我が子に限ってありえない。北方家の面汚しと彼の実力を見誤った自分たちの失敗を棚に上げて散々ののしった。反対に本命である名門大学へストレートで合格したアキラに関してはこれでもかと褒めちぎり、いかにアキラが兄より秀でているのかをこれ見よがしに陽介の前で言って聞かせた。兄弟仲が良ければそこでこじれることもなかったのだろう。しかし残念なことにアキラは両親の期待を一身に背負い、かつ甘やかされて育っていた。そのため出来の悪い兄を日頃からバカにしていて、その時も両親に混じって陽介を責めていた。だが弘樹たちの行為はそれだけでは終わらなかった。浪人させてほしいと泣いて懇願する陽介を無視し、高校卒業と同時に彼を家から追い出してしまったのだ。行くあてもなく、まるで亡者のように覇気のない表情で門戸を叩いてきた彼の姿を10年経った今でも鮮明に覚えている。陽介から事情を聞いた私はすぐに弘樹夫婦に連絡を取った。自分の子を何だと思っているんだ、陽介がかわいそうだと思わないのか、そう電話口で詰め寄った気がする。しかし、何言ってんだよおふくろ、親の期待に応えるのが子供の役目だろ。そんな簡単なこともできないガキに価値なんてねえんだよ。何陽介のことが可愛いならてめえが育てろよ。自分の息子から出た言葉とは到底信じられなかったし、信じたくもなかった。呆然とする私に言うだけ言うと、ひろきはそのまま電話を切ってしまった。ばあちゃん、弱々しく不安げな孫の声にはっと我に返る。スピーカーフォンにしていなかったとはいえ、私の剣幕で何が起きたのかは理解したのだろう。今にも泣き出しそうな表情の陽介に私は努めて明るく告げた。大丈夫よ、そんな顔しなくたって、陽ちゃんは何も悪いことしてないんだからね。でも陽ちゃんは頑張ったけど、あの人たちがそれ以上のことを期待して勝手に落胆しただけ。ただそれだけよ。思春期ということもあり、こういう行為は嫌がるかと不安は。だが涙する寸前の可愛い孫の姿が見ていて辛く、大きくなったその体を思わず優しく抱きしめる。陽介は抵抗しなかった。それに安堵しながらポン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 と幼い頃したように背中を撫でてやった。大丈夫だよと、おばあちゃんの前で我慢する必要はないんだよと、そう思いを込めて。その思いが伝わったのか、それとも限界を迎えてしまったのか、陽介は声を押し殺して静かに、ただ静かに涙を流した。その時私は新たに決意したのだ。こんなに優しい孫をあんな親たちのところには返せない。この子は私が引き取って面倒を見る、と。そんな出来事から10年ほど。あれ以降、弘樹夫婦からの連絡は一切なく、当時は家族に捨てられたと陽介も相当落ち込んでいた。しかし、そんな彼もだいぶ前を向くようになり、今ではしっかり社会人として仕事に励んでいる。私はというと、恥ずかしいことに持病が悪化し、病院での入院生活を送っていた。その件では陽介にもえらい迷惑と心配をかけてしまい、本当に育ての親として
申し訳ないやらみっともないやら。けれどある優しい子の努力のおかげで再度手術を受けることになり、先日無事成功した。この頃は短時間であれば院内を散歩できるほどにまで回復した。本当にいい子に育ったもんだわ。窓からの穏やかな日差し、頬を撫でる柔らかい風に思わず眠気が訪れる。今日はリハビリも検診の予定もない。食事の時間までまだ余裕もあることだし、一眠りしても罰は当たるまい。そう思って目を閉じた矢先だった。北方さん、あ、眠っちゃってる。大丈夫です、起きてますよ。廊下から病室を覗いた看護師にそう答える。起こしてしまったかと申し訳なさそうな表情をする彼女に首を振って要件を聞いた。あ、息子さんを名乗るご夫婦が北方さんと面会をしたいとこちらにいらっしゃっているのですが。北方弘樹さんと名乗っていました。看護師がそう伝えた名前に私は思わず顔をしかめる。10年も音信不通だった息子夫婦、それがどうして今になって、それにどうして私がここに入院しているとわかった。疑問と疑念がぐるぐると回る。だがいつまでも返事を保留するわけにもいかない。嫌な予感はするが、一応血を分けた実の息子だ。彼らに会う旨を看護師に伝え、すぐにこちらも面会の支度を始めた。ラウンジで待っているという弘樹夫婦、久しぶりの再会は残念なことに感動的なものとはほど遠かった。むしろ変わり果てた二人の姿に思わず絶句してしまう。体中傷だらけだったのだ。ヒロキの顔は腫れ上がり、右目には漫画のような青あざ、口の端の傷も新しくできたばかりなのか、うっすらと血がにじんでいた。アカネさんは額が切れてしまったのか、大きなガーゼが貼ってあり、上着の袖に隠れた腕には痛々しいほど白い包帯が巻かれていた。これが本当に面会に来た人間の姿なのだろうか、むしろ通院に来たのではと疑いたくなる。そのひどいありさまに何とか口を開いた。何があったの二人とも。どうでもいいだろう、俺たちのことなんて。吐き捨てるように告げるひろき。あかねさんもうつむいたまま何も言わない。さらに踏み込もうかとも考えてやめた。絶縁近い状態になって10年も経つのだ。それも彼らが実の息子を見捨てたのが原因である。今さら彼らがどんな目に遭おうと関係はない。それで10年も経って会いに来て一体何の用なの。陽ちゃんを見捨ててずっと連絡もよこさないで。陽介の名前にひろきがふんと鼻を鳴らす。その態度に腹が立ったが、告げられた言葉はそれを上回るほどひどいものだった。そんなことよりおふくろ、ちょっとばかし金貸してくんね。はい。耳を疑った。実の息子のことをそんなことと一蹴し、理由も告げずにお金を貸してほしい。それも10年も絶縁状態に近かった親に対して。ここが病院ということも忘れ、思わず声を荒げた。ひろき、何ですか、いきなり現れて金を貸してくれだなんて。今まで連絡一つもよこさなかったのに都合がいいと思わないの。都合がいいのは百も承知です。ですがこんなに立派な病院に入院されているんですから余裕はあるんですよね。反省している色を全く含まない小姉で、あかねさんがひろきの援護に回る。久しぶりに顔を合わせ、しかも傷だらけの息子夫婦を少しでも心配した自分がバカだった。
はぁ、と深いため息をつき、帰れ、お前たちに貸す金なんて一銭もない。そう告げようとした。その矢先だった。あ、おばあちゃん、ここにいたのか。ひろき夫婦の背後から、最悪のタイミングで現れてしまった孫に、思わず頭を抱えてしまう。来てはいけない。そうアイコンタクトを取る間もなく、声に気づいたひろきたちが振り返ってしまう。目が合う三人。久しぶりの親子の再会は、残念なことに感動的なものにはならなかった。陽介からは先ほどの笑顔が消え去り、あからさまに顔をこわばらせてその場に硬直した。ひろきたちは背を向けているからわからない。だが、再会した息子との開口を喜んでいるというわけでは決してないことだけは理解できた。先に口を開いたのはひろきだった。おや、おやおやおや、これはこれは出来の悪い陽介くんじゃないか。こんなところで入院着なんて着てどうしたんだい。俺らと同じでおばあちゃんに小遣いでもねだりに来たのか。な、ひろき、陽ちゃんはあんたとは違うんだよ。違わないですよね。結局受験も失敗して医者にもなれず、尻尾巻いて逃げた落ちこぼれなんですから。どうせ今の今までお母さんのところで引きこもり生活でもしていたんでしょ。陰湿な笑みを浮かべる茜さん。そんな彼女に同調し、違いねえと笑うひろきはげびていた。これ以上大切な孫をバカにするのは許せない。ここが病院だろうと関係ない。思い切り感情に任せて反論しようとした矢先だった。はあ、先ほどの怯えや戸惑いは消え、陽介が深いため息とともにやれやれと肩をすくめる。思わぬ反撃に眉根を潜める両親に、彼は服のポケットに隠していたネームホルダーを見せた。俺は今ここで研修医をしているんですよ。まあ今は休憩中で白衣を羽織ってないから、入院患者に見間違えられてもおかしくはないんですけどね。瞬間、ひろきたちの空気が驚きや戸惑いといったものに変化する。それもそうだろう。自分たちが早々に見捨てた息子が今や立派な大病院の医者として勤めているのだから。お前みたいな落ちこぼれがこの病院の研修医だって。バカも休み休みいなさい。お母さんはそんな嘘をつくような子に育てた覚えはないわよ。好き勝手言うひろきたちに親として恥ずかしくなってきた。穴があったら入りたい。まさしくその言葉が今の私にピタリと当てはまった。それは陽介も同じだったらしい。はあ、と両親に向けて深々とため息をついた。俺だって血の滲むような努力をしてようやくここまでになれたんです。それと母さん、俺だってあなたにここまで育ててもらった覚えはありませんし、そんなことを言われる筋合いだってありません。ピシャリ、そう言い放つ陽介に二人が一瞬口ごもる。その隙をつき陽介が続けた。大体不思議に思わないんですか。おばあちゃんがなんでこの病院に入院しているのか。歳だから。確かにそれは否定できません。おばあちゃんもいい歳ですし。けれど違います。あなたたちは知らないでしょうが、おばあちゃんは昔からの持病を悪化させて、それを治すためにここに入院しているんです。そしてそんなおばあちゃんの病気を治すために俺は改めて医者を目指して今ここで頑張っているんです。そして陽介は話し始めた。10年一緒に住んでいた私ですら知らなかった彼の決意と思いを。両親に見捨てられた直後の陽介は、私の目から見ても本当にかわいそうになるくらい落ち込んでいた。何かちょっとした拍子に取り返しのつかないことになるのではと心配になるくらいに。
けれど、人間はずっとそうしているわけにもいかない。何かやりたいことはないのかと聞いたら、当時の陽介は小さく首を振った。特に。医者だって父さんや母さんに言われて、二人が喜んでくれるからって思ったから。なら何かやりたいことが見つかったら、その時それに向かって一生懸命動けばいい。そう、まだ孫は若いのだ。一度くらい挫折したってそこからまたやり直せるのだ。だがそう楽観的に考えていたためか、私に罰が当たってしまったらしい。私生活に支障をきたさない程度に落ち着いていた持病がいきなり牙をむいたのだ。幸いすぐに病院で応急処置を施されたおかげか、緊急入院後もすぐに私生活を過ごせる程度に回復して退院することができた。残念なことに完治とまではいかなかったが、無事に短期で退院できたとはいえ、それでも一人残してしまった陽介には多大な迷惑と心配をかけてしまったことに変わりはない。本人はおばあちゃんが無事ならそれでいいよと言ってくれたが、思い返してみればその日からだった。やりたいことがわからないと言っていた陽介が改めて医者を目指し始めたのは、最初は手厚く対応してくださった担当医の姿に惹かれたものだとばかり思っていたが、まさか私の持病を治療するためだったとは。その後1年、陽介は努力の甲斐あってか、以前の志望校よりも上位にあたる大学の国立医学部へ無事に合格した。その後も6年間努力を惜しまず、卒業後に受験した国家試験も合格し、医者の資格を手に入れたのだ。その後も努力家の陽介は怠けることなく研修や勉学に励み続けた。本人には話していないが、その姿はかなり目を見張るものがあるらしい。私と陽介の関係を知る医師たちは、今時珍しいくらいの努力家だと皆さん口を揃えて言うほどだ。そこまで話し終え、口を閉ざす陽介。本当は研修医の新人説明会に参加する途中の新幹線で体調不良の女性を偶然助け、その縁で知り合った女性との結婚も決まっている。しかしこの両親に言わなくてもいいと判断したのだろう。それを告げることはなかったし、私も余計な口出しをするつもりもなかった。そこでふとどうして今まで思い至らなかったのかと自分でも不思議に思うくらいの疑問が鎌首をもたげた。そういえば、アキラちゃんはどうしたの？あの子もお医者様なら、申し訳ないけど、アキラちゃん。あいつの話はするな。何も知らない分際で。ドン。ヒロキが目の前のテーブルを力任せに叩く。その大きな音、そして怒声に、院内を歩いていた患者がチラチラとこちらを見てくる。看護師が見かねてこちらへ駆け寄ろうとしたが、陽介がそれを制止し、申し訳なさそうに頭を下げた。父さん、ここは病院です。もう少し静かにしていただけませんか？そうたしなめるも、その表情は全く納得しているものではなかった。反論しようとしたのか、ひろきが口を開きかけた。だが、陽介の方が早かった。彼は本当は言いたくなかったという表情をあらわにして告げる。打撲傷、体のあちこちにありますよね。服で隠れてはいますが、ひょっとしたら背中も痛むのでは？ぎくり。あからさまにひろきたちから動揺する空気が漂う。それを図星と取ったのか、陽介がため息まじりにやっぱりと続けた。俺の方を振り返るとき、父さんも母さんも少しだけ動きがぎこちなかった。見た目のひどさに普通の人間は引きずられて気づきませんが、俺だって一応研修医とはいえ医者の端くれです。その程度気づかなかったら一人前の医者になんてなれません。それとその怪我、夫婦喧嘩でできたものじゃないですよね。と考えると、もういい。たくさんだ。またひろきの怒声。
隣の茜さんもヒステリックに続く。そうよ。あなたたちは私たちの子供なんだから。親が困ってるなら、助けるのが子供の役目よ。その子供を何十年も見捨てて、連絡もよこさなかったのは、どこの誰ですか。都合のいい時だけ、親面しないでください。もう話はおしまいだと言わんばかりに、陽介が首を振る。だが、ひろき夫婦も必死なのか、さらに騒ぎ、食い下がった。これでは拉致が開かない。そう思ったのか、陽介が先ほどの看護師に何やら目配せし、彼は何やら車内用の携帯を取り出して、どこかへ連絡を取った。その数十分後、人目も気にせずわめき続けたひろきたちは、駆けつけた警察官に取り押さえられ、業務妨害ということで連行されてしまった。最後まで私と陽介への恨み節をわめきながら。たく、どこでおばあちゃんのことを聞きつけたんだか。はあ、と呆れたようにため息をつく陽介。孫が勤める病院に迷惑をかけてしまったという負い目もあるが、それよりも私には気になることがあった。ねえ陽ちゃん。さっき、お父さんたちの怪我は夫婦喧嘩でできたものじゃないって言ってたけど。アキラの名前を出した瞬間に激怒したヒロキ。そしてあの怪我。嫌な予感が胸をよぎる。だが絶縁に近い状態とはいえ肉親だ。どんなことでも私は知らなければならない。陽介はやはり何かを知っているのか、言葉をためらっていた。だが隠していてもしょうがないと思ってくれたのか、しぶしぶと口を開く。その、俺の推測も混じってるってことを頭に置いた上で聞いてほしいんだけれど、多分父さんたちの怪我はアキラが原因だと思う。不思議とショックはなかった。むしろやはりという気持ちの方が大きかった。ヒロキたちのあの反応を見れば、誰だってそう思ってしまうのは自然だろう。信じられるか否かは別にしてだ。さ、実は医大に通ってた時、嫌な話を聞いたんだ。陽介が聞いたという話、それは飲みの席で先輩から聞いたものだという。大学生であれば稀に耳にする男女のトラブル。その男子学生は大学で一目置かれるほどの学力を持ちながらも、卒業間近で女性とトラブルを起こしてしまう。もちろん本人や彼女の親から訴えられ、大学も退学することになってしまった。それだけであればよくある話だと、陽介自身も軽く聞き流す程度で終わった。だがそれが以前自分が受験して落ちた医科大学であり、弟の明が通っているであろう場所であったのだから、話が変わってくる。しかもその男子学生はあろうことか、大学を退学になった後はネットの有名な掲示板に、自分がどれだけ優秀で、そんな自分を見捨てた女性と大学がどれだけ見る目がないのかを散々書き散らしていた。私はネットの世界には疎いからピンとこないが、どんなに固有名詞や個人情報を伏せていても、ある程度の情報で個人が特定されてしまうものらしい。そして特定されてしまった男子学生の名は北方明。酔ってたってこともあって、先輩たちも悪気はなかったんだと思う。けどその名前を聞いた時はさすがに愕然としたし、信じたくないとも思ったよ。けどと陽介は首を振った。今日の父さんたちの怪我を見て改めて思ったよ。アキラは女性とトラブルにあって医者としての道を断たれたんだって。それで多分だけど引きこもりになって、父さんたちにも手を挙げるようになった。だからおばあちゃんを探して助けてもらおうとしたんじゃないかな。まあだからといって今更って感じだけど。そうつぶやく陽介に、私ももっともだとうなずく。可能であれば
もう二度とあの家族と関わらないことをそっと願った。だが私の願いはあっけなく打ち砕かれた。その日を境に彼らは懲りもせずに毎日病院に襲来しては、私や陽介に会わせろと入り口でわめき散らして騒ぎを起こしていた。陽介が事情を説明し、幸いにも彼の人徳もあってか皆さん心よくとまではいかないだろうが、それでも協力してくれた。入り口の警備員の方や受付の人が必死に阻止し、警察沙汰になったことも何度かあった。それでも私や陽介が追い出されずに済んだのは本当にありがたかった。アキラに関してはその後も詳細はわからない。だがヒロキたちを妨害してくれている警備員の方々の話によると、日に日に二人の怪我がひどくなっているらしい。そこから推測するに、さらに手がつけられない状態になっているのだろう。私はというと、改めて受けた手術でようやく持病が完治し、普通の私生活を送れるほどにまで回復した。だがこのまま退院して家に戻ったとしても、ヒロキたちが家にやってくることは目に見えている。むしろ家という個人の空間だからこそ、さらなるトラブルに巻き込まれかねない。しかしだからといって結婚を控えている孫のところに転がり込むわけにもいかない。陽介と相談した結果、老後のために貯めていた資金をもとに老人ホームへ入居することに決めた。そして月日が流れ、あれからもうだいぶ経つのね。春の日だまりの中、届いた手紙を読みながらふふっと昔を懐かしむ。決して楽しいことばかりではなかったけれど、振り返ってみれば懐かしさもわずかに感じるのだから不思議なものだ。北方さん、なんだか嬉しそうですね。ええ、孫夫婦からの手紙で少し昔を思い出してね。ああ、あのお医者様のですか？ええ、そうなのよ。いろいろお互いあったからね。今あの子が幸せだっていうのが手紙からも分かって嬉しくて。ふふっと笑う私に職員の方も小さく微笑む。とてもあの日々からは想像できなかった穏やかな日常が今ここにある。陽介夫婦は今結婚を機に購入したマンションに住んでいる。あの後無事に研修も終え、医者としてあの大病院で懸命に働いているらしい。以前送られた手紙にそう綴られていた。このホームに入居してからというもの、陽介夫婦とは頻繁に電話や手紙のやり取りを行っている。基本的には他愛のない話ではあるが、一度だけ、そう一度だけではあるが、ヒロキたちのことが話題に上がったことがあった。陽介のところにある日行政から電話が入ったそうだ。それによると、さらに引きこもりとフルー暴力がひどくなったアキラのことを見捨て、ヒロキたちが夜逃げしてしまったらしい。アキラの親族を一応探し、現状報告と彼の世話の可能不可能を確認するための電話だったそうだ。もちろん自分たちが長年疎遠だったことも説明した上で、行政にお願いする形となった。しかし行政の方からの話によると、アキラの社会復帰は絶望的らしいが、アキラちゃんには申し訳ないことをしてしまったかしら。もう一人の孫に思いを馳せ、もしもを想像してしまう。もしも息子夫婦の異変にもっと早く気づいていたら、もしも陽介があんな目に遭った時にアキラのことも気にかけていたら、そんなもしもを繰り返し、しかし意味がないと首を振った。こうだったら、ああだったらなんて後悔していても、あの日には戻れないし、現状だって好転しない。むしろ息子夫婦でさえ夜逃げするほどにアキラは堕落してしまったのだ。年老いた自分がどうこうできるという話ではもうない。なら
そうであればせめて陽介だけでもと。私はあの優しい孫とその伴侶に幸あれと思いを馳せたのであった。